今週の MMO ストリーム。まずは PV を見てもらいましたが、これは先週の発売日の様子かな。行列を作った彼らのお目当てはソードアートオンライン。先頭の人は3日前から並んでたんだって。すごいね。いや、真のゲーマーなら当然と言うべきか。今日の MMO ストリームでは世界中が大注目。ソードアートオンライン、よくして SAO をピックアップしちゃいます。正直言うとさ、今までのラウブギア対応ソフトってせっかくのハードの性能を生かしきれていない。お兄ちゃん、クソゲーだよね。言い切った。ムカついてくるね。リンクスタート。戻ってきた、この世界。ねえねえ、パーティー組もうよ。どうしよっかな。いいじゃん、いいじゃん。おい、そこの兄ちゃん。俺その迷いのない動きっぷり、あんたベータテスト経験者だろ。まあ俺、今日が初めてでさ、序盤のコツちょっとレクチャーしてくれよ。ああ頼むよ。俺クレイン、よろしくな。俺はキリトだ。うわあ、こっこあ、またぐら。大げさだな。痛みは感じないだろ。ぎゅって、あ、そっか。いや、ついな。言ったろ、重要なのは初動のモーションだって。なこと言ったってよ、あいつ動き上がるしよ。ちゃんとモーションを起こしてソードスキルを発動させれば。あとはシステムが技を命中させてくれるよ。モーション、モーション、どう言えばいいのかな。ほんの少しためを入れてスキルが立ち上がるのを感じたらズパーンって打ち込む感じ。ズパーンってよ。お、おめでとう。ん？でも今のイノシシスライム相当だけどな。マジかよ。俺てっきり中ボスかなんかだと。なわけあるか。おお、ハマるだろ。まあな。スキルってよ、武器を作ったりするのとかいろいろあんだろ。そうだな。スキルの種類は無数にあるって言われてる。その代わり魔法はないけど。 RPG で魔法なしだ。大胆な設定だよな。
自分の体を動かして戦う方が面白いだろ。確かに。よし、じゃあ次行くか。おう、ガンガン行こうぜ。何度見ても信じらんねえな。ここがゲームの中だなんてよ。作ったやつは天才だぜ。すげえよな。マジこの時代に生まれてよかった。大げさなやつだな。初のフルダイブ体験だもんよ。じゃあナーブギア用のゲームをやるのもこれが初めてなのか。つうかソードアートオンラインのために慌ててハードも揃えたって感じだな。たった1万本の初回ロットをゲットできるとは我ながらラッキーだよな。まあベータテストに当選したおめえの方が10倍ラッキーだけどよ。あれは限定1000人ぼっちだからな。まあそうなるかな。な、ベータの時はどこまで行けたんだ。2ヶ月で発送までしか行けなかった。ん、今度は1ヶ月もあれば十分だけどな。おめえ相当ハマってんな。正直ベータテスト期間中は寝ても覚めても SAO のことしか考えてなかったよ。この世界はこいつ一本でどこまでも行けるんだ。仮想空間なのにさ、現実世界より生きてるって感じがする。さて、もう少し狩りを続けるか。足りめよって言いたいとこだけど腹減ってよ。一度落ちるわ。こっちの飯は空腹感が紛れるだけだからな。5時半に熱々のピザを予約済みよ。準備万端だな。おうよ。まあ飯食ったらまたログインするけどよ。そっか。なあ、この後俺他のゲームで知り合った奴らと落ち合う約束してるんだ。どうだ、あいつらともフレンド登録しねえか。え、いや、もちろん無理にとは言わねえよ。そのうち紹介する機会もあるだろうしな。ああ、悪いな。ありがとう。おいおい、そりゃこっちのセリフだぜ。この俺はそのうちちゃんとすっからよ、精神的に。ほんじゃマジサンキューな。これからもよろしく頼むぜ。また聞きたいことがあったらいつでも呼んでくれ。おう、頼りにしてるぜ。あれ、ログアウトボタンがねえよ。よく見てみろよ。ん、やっぱどこにもねえよ。メインメニューの一番下に。ねえだろ。うん、ない。ま、今日は正式サービス初日だからな、こんなバグも出るだろう。今頃運営は半泣きだろうな。お前もな。え、今5時25分だけど、俺様のテリマヨピザとジンジャーエールか。さっさとゲームマスターコールしろよ。いや、とっくに試したんだけど反応ねえんだよ。他にログアウトする方法ってなかったっけ。ない。プレイヤーが自発的にログアウトするにはメニューを操作する以外の方法はない。んな、バカな、絶対なんかあるって。いや、戻れ、ログアウト脱出だ。ないって言ったろ。マニュアルにも緊急切断方法は一切載ってなかった。おいおい、嘘だろ。あ、そうだ、頭からナーブギアを引っぺがすか。できないよ。俺たちは今現実の体を動かせないんだ。ナーブギアが俺たちの脳から体に出力される命令を全部ここで遮断している。え、マジかよ。じゃあバグが治るのを待つしかねえのか。もしくは現実世界の誰かが俺たちの頭からナーブギアを外してくれるまでだ。え、でも俺一人暮らしだぜ。おめえは。母親と妹がいる。だから晩飯の時には気づいてもらえると思う。キリトの妹さんっていくつ。 あいつ運動部系だし、ゲーム大嫌いだし、俺らみたいな人種とは接点ないよ。そんなこと。で、
板がないんだっけか。そんなことより変だと思わないか。そりゃ変だろうさ、バグなんだしよ。ただのバグじゃない。ログアウトできないなんて今後のゲームの運営に関わる大問題だよ。言われてみりゃ確かに。こんなの一度サーバーを停止してプレイヤー全員を強制ログアウトすればいいのに、アナウンスすらないなんて。プレイヤーの諸君、私の世界へようこそ。私の世界？私の名前は茅場明彦。今やこの世界をコントロールできる唯一の人間だ。何者かよ、ずいぶん手込んでるな。プレイヤー諸君はすでにメインメニューからログアウトボタンが消滅していることに気づいていると思う。しかしこれはゲームの不具合ではない。繰り返す、不具合ではなくソードアートオンライン本来の仕様である。仕様？諸君は自発的にログアウトすることはできない。また外部の人間の手によるナーブギアの停止あるいは解除もありえない。もしそれが試みられた場合、ナーブギアの信号素子が発する高出力マイクロウェーブが諸君の脳を破壊し生命活動を停止させる。おい、こら、出らんねえぞ。何言ってんだあいつ、頭おかしいんじゃねえなあキリト。信号素子のマイクロウェーブは確かに電子レンジと同じだ。リミッターさえ外せば脳を焼くことも。じゃあよ、電源を切れば。いや、ナーブギアには内蔵バッテリーがある。